はいどうも、リバカです。今回ですね、セーブシシバナヘビというヘビを初めてお迎えしました。で、ケージ、この水槽を使ってるんですけど、これだとね、冬が寒くて越せないらしい。なのでスタイロフォームっていう発泡スチロールの上位板みたいなやつを使って温室作ってみました。これね、見た目が青くてちょっと悪いので、100均のあのなんつうの、壁紙シールタイプのこれを使って見た目をちょっと整えました。内側だけですね撮影のために内側だけです。こんな感じで温室を作りました。で、蓋もちゃんとつけたんですけど、ただ全面、この正面がここに断熱材入れると当然中が見えないんですよ。今これ余り物のスタイルフォーム使ってるんですけど、完全に塞いじゃうともう暗闇ですよね。あったかいでしょうけど、それなんか違うぞ、何買ってんだみたいなね、なっちゃうから、今回は全面のスタイロフォームを中抜き窓にして設置したいと思います。雪国では窓とかが二重ガラスになって断熱効果あるんですけど、それと同じ感じで中も見える全面パネルをつけたいと思います。はい、完成しました。というわけではなくて、これは仮組みの状態ですね。スタイロフォームに四角く穴を開けて、上の木目調のやつは相変わらず100均の木目調シートっていうんですかね、あれをプラスチック段ボールというものに貼り付けて強化しています。今映ってる通り、中にガラスがはまってるのがわかると思います。このガラス板は大抵ご家庭に1枚はあると思うんですけど、ないか、ないね。これ僕は水槽の蓋、余っていたのを使いました。で、中抜き窓にしたいので、スタイロフォームの中抜きの方法、これは動画の後半でご紹介いたします。これはパネルの前面に貼り付けて見た目を良くするのと、ガラスが落ちないように押さえるために設置します。裏から見たらこんな感じですね。貼り付けるので見えないので、汚くてもいいです。くり抜いた場所の加工というか、ここら辺も動画の後半でご紹介します。これにガラスを乗っけてはめて、さらに上から木目調のパネルを貼り付けて完成ですね。なので前面のパネルはスタイロフォームとプラスチック段ボールと100均のウッドシート、それとガラスでできています。貼り付けには木工用ボンドを使いました。ガラスにボンドついちゃったら、お湯で洗い流すと綺麗に取れます。木工用ボンドが乾くまで1日ぐらい圧着させます。写真のやり方はね、ちょっとダメでした。本当は大きな木の板とかをかぶせて鉄アレとか乗っけた方がいいかもしれないですね。その際ガラスの部分割らないように注意しましょう。はい、24時間経って接着が完了しました。さあ設置してみましょう。ちょっと右側隙間空いてるけどね、ほぼジャストサイズ、いいんじゃないですかね。天板波打ってるのは気にしないでください。スタイロフォームとこのウッド調のシート、なかなかくっつかないので木工用ボンドで貼り付けています。ガラスが入りました。これで全ての面をスタイロフォームで囲った状態で中の様子が確認できます。温度の状態とか、あと生態の様子も見ることができます。ヘビね、なかなか出てこない。隠れ家が多すぎるのかな。前面のパネルなんですが、中の表紙で外れちゃわないようにちょっとした仕組みをつけています。まあご想像の通り、磁石でくっつくようにしています。これについてちょっと見ていきたいと思います。前面パネルにはこんな感じで磁石を埋め込んでいます。これはあのネオジム磁石という超強力な磁石です。ダイソーとか100均にも売ってると思います。これを前面パネルの4箇所埋め込んでいます。
当然磁石なのでくっつく面も何かしらないといけません。側面パネルの方にちょっとシートで隠してるんですけど、この鉄の板、これをつけています。これも100均で買った壁に貼り付けるフック、こんな感じでペタッと貼り付けるやつ。これ本当は裏に両面テープついてるんですけど、それは剥がしてしまいました。磁石をなんでこんな向きで差し込んでいるかというと、平面で磁石をつけてしまうと強力すぎてこのパネル自体が崩壊しかねないので、磁力を弱めるためにこうやって縦向きではめ込んでいます。一応磁石が抜けないように木工用ボンドでガチリと固定しています。はい、ここからはスタイロフォームに穴を開けてガラスをはめ込む際のパターンを2つご紹介したいと思います。ガラスは高さが10センチで、横幅は20あるんですけど、今回はそれはちょっと考慮せずやりたいと思います。まずですね、動画前半でご紹介したガラスの幅、大きさより若干小さい穴を開けるパターンですね。今回はガラスが10センチなので9センチくらいの大きさの穴を開けたいと思います。まずガラスの大きさを印つけて、それの5ミリずつ内側に線を引きます。すいません、ストーブの音が、寒かったんですよ。スタイロフォームは発泡スチロールと違ってカッターとかで切ってもボソボソにならないんですよね。すごくいいです。だいたいホームセンターとかで90センチ×90センチ、600円ぐらい。厚さがこれ今20ミリですね。はい、この切ったのが今ガラスより内側に5ミリずつ小さい穴です。こんな感じ。でガラスの厚さぐらいに刃を出して、ここからガラスが乗っかる溝、この部分を掘っていきたいと思います。もうちょっと刃出さないとダメか。蒸気の厚さがあるので結構ね、地味な作業ですよね。これ作業系配信、僕見るのを結構好きなんですけど、実際撮ってみるとなかなか地味ですね。実
際は穴を開けるので、穴を開けるというか今この事情なんですけど、中抜き窓を開けるので作業はもうちょっとしづらいと思います。頑張って作業しましょう。はい、これでガラスがはまる溝ができました。溝じゃないか、段差か、段差ができました。これでガラスがぴったりとはまって、ガラスの厚みもちゃんと吸収できるはめ込み式の穴ができましたね。今回動画でやったのはこの方法です。ただこの方法だとここのスタイロフォームが丸見えなんですよね。なので動画内ではこんな感じで黒いプラダンを重ねています。見栄えを良くするために重ねたんですが、これだとわざわざ段差つけた意味がないんじゃないかっていう、そんなことに後で気づきました。なので次からこの段差をつけないでプラダンだけでガラスを支える穴の開け方ご紹介します。こっちの方が作業的には簡単ですね。ガラスと同じサイズの穴を開けるので、ガラスをこんな感じで、まあ、ガラスと同じサイズの穴を開けます。はい、今回開けた穴はガラスと同じサイズですね。ガラスがスポッと抜けてしまう穴です。
ここにプラダンでガラスの厚さ分を差し引いたプラダンを用意して内側にピタッとはめます。枠を作る感じではめます。するとこのガラスが乗っかる、こっちの方が見た目的にも作業的にもスマートですね。こっちでやればよかったね。まあお好きな方法でやりましょう。はい、というわけで今回はスタイロフォームで中抜き窓の前面パネルを作ったのと、それを磁石で固定するっていう方法を動画にしてみました。何かの参考になれば幸いです。北海道の冬はストーブをつけてるんですけど、これで保温できなかったら断トツっていうのを買わないとダメですね。高いですねあれね。今回もご視聴いただきありがとうございました。それでは今回の動画は以上になります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。動画へのコメントや高評価、またチャンネル登録いただけると嬉しいです。 Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければご覧ください。それではまた。